こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。えー、今日はですね、最近、アマゾンスが稼ぎにくくな、稼ぎにくくなってきたというですね、えー、ご相談があるんで、まあ、それについてのお話です。えー、稼ぎにくいというかですね、まあ、本当に、まあ、みんなができることをやってたら競争が激しい部分に突っ込んでいくんで、まあ、それだけをやってるとちょっと確かに稼げないだろうなっていうところがあります。 で、アマゾン輸出が稼ぎにくいとか稼ぎやすいとかっていうよりもですね、まあ、稼げる方法でアマゾン輸出をやってる人と、稼げない方,方,法方法でアマゾン輸出をやってる人がいます。で、確かに、えー、半年ぐらい前まではですね、えー、まあ、普通であればもうすぐに稼げなくなる方法でも、アマゾン輸出っていうですね、まあ、輸出っていう、その、 参入障壁というか、心理的な壁があったんでね、え、大して参入者いなかったんで、FBA さえ使えば稼げるとか、そういういい時期がありました。ただ、今も FBA もですね、え、おそらく出品物なんかを見てると、ま、中国輸入とか国内フィギュアセドリが厳しくなってきたんで、え、販売先としてアマゾン出を始めてるという方が増えてるように見受けられます。え、そんなわけで、今までね、え、やってきた、え、誰でもできるやり方は、 ちょっともう厳しいですね。え、評価の多い出品者を真似をする。これは今更やってもちょっと全然難しいですね。あの、一番簡単にできるやり方なんで、まあ、むしろこのやり方をすると、わざわざ、ま、競争の激しいものだけを扱う形になるんでお勧めできません。もう終了したノウハウです。で、ツールで検索する。ま、これはもともとね、ツールっていうのは、 えー、目利きができない人が使うと、みんな似たような商品を検索してきちゃうんでですね、役に立たないです。あの、検索ツールは本当に役に立たないんで、えー、使わないことをお勧めします。えー、むしろ、ツールで出したのを、えー、さらにですね、無在庫なんかで出すと、アカウント削除の近道なんで、これはやめといた方がいいですね。それと、ンカルリストの商品を出品すると。 まあこれ考えればわかりますけど当たり前ですね。まあリストとしても出回ってる時点でそれはもう使えないんで、えー、その類似を探すとかそういう感じで使わないといけないですね。で、類似をどうせ探すんだれば別に儲かるリストを起点にしなくてもいいんで、これはあんまりおすすめじゃないですね。それから ebay で落札されているものを出品すると。これはあの ebay で出てて特にカタログを作る手間とかをね、 えー、何とも思わない人。マメにカタログとか作れる人はまだいいですね。マメな人ならまだまだ、まだまだか、あと少しは、えー、ね、まだまだって言って半年後に使えませんっていう話をしてるかもしれないですけど、今のところは通用します。ebay で売れていて、Amazon にカタログをないものをカタログ作って出すっていう方法ですね。それから、オフラインを起点に探す。まあ、やっぱこれが王道ですね。えー、ネットで稼ぐのに、ネットを起点にやってると、 みんな同じ楽な方法を取ってるんでですね。特に目利きができるジャンルとかそういうのがない人は、まあ、あのー、稼ぐの苦労するのは当たり前じゃないかなという気がします。多分冷静に考えれば当たり前なことに気づくと思うんですけど、意外にね、それでいいんですっていうのをうのみにしてやってる方が多いです。それと、もともともうね、膨大な時間やお金を使った趣味を起点に探すと。やっぱりこれは強いですね。えー、もうガンプラに打ち込んだとかね、そういう人に、 ちょっとね、儲かるからって探してきた人の知識が、えー、追いつくわけがないんで、今までもう膨大なね、え、1万時間とか、あの、それ以上とかの時間、あるいはね、100万、200万じゃ効かないようなお金を使ってる人、ゴロゴロいますんで、もうせっかくなんで、もうそこに特化して探した方がいいです。えー、そんな風な形で、誰でもがやりやすい、ちょっとした工夫っていうのは、それ工夫じゃないですね。 えー、あんま工夫になってないです。えー、だったらもう、もう数だけは打った方がまだマシですね。えー、ちょっと一工夫のつもりが余計なことしちゃってる場合が多々見受けられます。で、やっぱり役に立つのは自分だけの強みを活かすと。で、何が自分だけの強みで何がみんなやっちゃう強みか。この辺が初心者の方はちょっと正直分かりにくいと思うんで、まあ、具体的にどうするか分からない場合は、まあ、手前味噌ですけど、個人個別コンサルをお勧めします。 今募集してないですけど、また募集する予定なんで、ご検討ください。まあこれね、たまにコンサル受けてないというかね、コンサルまあ受けた方でも相談しないで、泣き言言ってくる方いますけど、まあ今まで物を売ったとかね、大金を使ったとか浪費したとか、散々いろんなサイトを作ったとか、キーワード研究したとか、 何もやったことない人がですね、まあ、本読んだり、え、ブログを見てちょっとやって稼げるわけないんですね。あの、普通に考えれば当たり前のことなんですけど、なぜかネットだとね、えー、まあ、誰かが言ってる簡単に稼げるっていうものと、まあ、1日10分っていうのを足し算して、簡単に10分で稼げんじゃないのかと、まあ、お叱りの声をいただくこともありますけど、まあ、そんなわけないでしょうというのが当たり前のことですね。何か一工夫、やっぱ差別化は必要です。 で、何か一工夫の差別化がね、間違った差別化になっちゃってる場合があるんで、そうならないように、自分で数、いろいろテストするか、数打つテストが何をやったらいいか分かりませんとか、もう途方にくれちゃってお金はある方はコンサル受けてくださいという、まあ、ごく当たり前のご提案をしてるつもりなんですけど、なかなか勘違いされてる方も多いみたいなんで、はっきり言っておきます。アマゾン輸出はやっただけで稼げるもんじゃないですね。 あの、稼ぐ工夫が必要です。で、稼げるアマゾン輸出をやらないと稼げません。あの、2種類ありますんでね。稼げないアマゾン輸出と、稼げるアマゾン輸出があります。で、稼げないアマゾン輸出で輸出してね、日本の文化を広めたいと。それはそれで大変結構なことだと思うんですけど、ごっちゃにしちゃうとね、あの、良くないと思いますんで、稼げる方法が知りたければ、稼げる方法を頑張ってトライしてやってみてください。 トライして、ダメだったら稼げる方法を教えてますんで、ぜひコンサルを受けていただければと思います。以上、転売を堀秀夫でした。